アレクサンダー大王、皇帝、織田信長と、英雄目線で見るソフトバンクの野望、グローバル、ベースボールに版図を広げ、お金の流れを変える、フォロー、サン、マン、サンメとして野球でも毎年世界のポリモックでござる。ソフトバンクといえば、日本を代表する IT 企業でありながら、福岡ソフトバンクホークスという、プロ野球球団も経営しています。創業者である孫正義さんを、歴史上の有名人3名と重ねると、見えてくる次世代の戦略について話しています。1人目、アレクサンダー。広大なヨーロッパとアジアを支配した元祖、世界帝国の王。2人目、皇帝。新王朝の4代目。今の中国と同じくらいの領土、最大領土を獲得した中国大陸の皇帝です。3人目、織田信長。戦国時代、日本を統一しました。彼は自身が日本の王になるために必ずと称し中国に攻め入り、天皇と本願寺の力を秘めようと画策したユニークな政治家です。ズバリこの3人に共通するのは、各地域において最大領土を獲得した英雄です。全体の職業分離が職業野球人にござる。なるほど、野球で世界を一統するわけでござる。さまじょうさん、昔の軍人である今のプロ野球選手の育成の真っ最中です。2023年から福岡ソフトバンクホークスは通常の1軍に加え、なんと3軍と4軍まで選手を育成し、戦力を強化しています。勝利をつかめ、ソフトバンクホークス。2軍メンバーで日本のプロ野球リーグとちょっと、こうなると一部はアメリカ大陸に上陸しざるを得ないでござる。つまり、孫正義さんは率いるソフトバンクグループの野望、それは現代の日本の3年で野球で世界一を取り続けることです。それは先日行われた4年に1回の WBC で優勝し続けることとだけではありません。なんと日本の福岡ソフトバンクホークスがアメリカにあるメジャーリーグに参加し、ワールドシリーズを制覇することです。そもそも日本が MLB に参加することができる。
MLB メジャーリーグベースボールは1903年に北米で起こった世界最高峰のプロ野球リーグ。アメリカのチームだけかと思いきや、実は1977年にカナダのトロントで誕生したトロントブルージェイスというカナダの球団もあります。過去には1969年にモントリールエクスポズというカナダの球団もありました。だから日本の福岡ソフトバンクホークスが MLB に参画するのも全く夢ではありません。もし福岡を本拠地にし参加が認められれば、国内外から試合観戦のためにファンが訪れ、日本経済も活性化されるでしょう。そうなると福岡に世界中からお金が集まり、日本中に流れる可能性も出てきます。僕の夢は福岡でメジャーリーガーになることです。日本の福岡ソフトバンクホークスがMLB のチームになったら、ワールドシリーズを制覇。信長以来、野球というスポーツによる合法的な世界統一の実現となります。夢があると思いませんか？メジャーリーグワイルドシングル。メジャーリーグワイルドフェイ。T シャツで世界に半歩を広げるぞ。僕もおっぱい T シャツで世界に半歩を広げるぞ。僕もおっぱい T シャツで世界に半歩を広げるぞ。半歩。